おはようございます。時事雄造です。時事雄造的な日々の世界スタートしております。時事雄造がですね、年齢75歳になりますけどですね、この健康に関してですね、ものすごい今神経を使っていろいろ試しておりましてですね、今回ヒックスのピーナッツバターですね、ピーナッツバターがですね、体に非常に良いということをですね聞きましてですね、早速ですねこちらのピーナッツバターをですね購入してみました。今度パンにつけて食べるような感じになると思います。まあ早速ですねピーナッツバターをですねパンにつけて食べてみたいと思います。こちらの場合がですねピーナッツバターなんですけど、落花生と塩だけでですね作ってあります。だからこの説明に書いてありますようにですね、すぐ分離しますからね、こう使うときはですね、こんな感じで混ぜて使ってくれということを書いてあります。で、まあ、粗挽きという感じでしたね。なかなかこう粒が残ってます。時事雄造はですね、このピーナッツバターというのを、まあ、以前食べたかどうかちょっと記憶がないんですけど、初めてだろうと思います。私のこの中ではですね、人生75年の中では初めてだと思います。少しガバッと食べかけてみます。まあ、こういう感じですね。だから見てもらえばまだピーナッツのですね、あの粒が残ってる感じですね。だから粗挽きということをちょっと書いてありましたけどですね、こちらを簡単説明すればですね、ピーナッツバター、原材料名がですね、落花生と塩、落花生と塩のみですね。内容量として380g で、こちらがですね、原産地がこれ書いてありますニュージーランドですね。ニュージーランドから輸入したというところで、これはヒックスというあのメーカーさんでですね、結構このパッと見ればサッポロビールかと思ったんですけどね、マークがですね、サッポロビールではありません、ヒックスですね。まあ、結構有名なブランドということを書いてありました。では早速ですね、ちょっとこれを食べてみたいと思います。まあ時事雄造はですね、落花生大好きですからね。結構ですね、濃厚な味ですね。で、落花生のですね、粒がですね、ガチってきますね。結構ですね、食べ応えがあります。本日はですね、飲み物としてホットコーヒーを用意してますから、ちょっとホットコーヒーを飲ませていただきます。結構ですね、食パンの4分の1ですけど、結構量あります。まあ、そういうことでですね、ヒックスのピーナッツバターをちょっと、まあ、食べてみました。まあ、こちらはですね、まあ、これだけちょっとガバガバ食べよったらですね、結構カロリーがですね、高いような気がします。だからまあ、とちたまですね、まあ、これだけ量、ありますけど、少しずつ食べたいと思います。それと前回ですね、紹介したと思いますけどですね、こちらがですね、こちらもあのニュージーランドです。ニュージーランドが最近大好きになりました。ニュージーランド産のですね、マヌカハチミツですね。こちらもおそらくこのハドレルスというところというブランドはですね、結構ニュージーランドでも有名じゃないかと思います。こちらももちろん輸入品ですね。こちらちょっと甘いから、もうこの残りにですね、少しちょっとかけたいと思います。これはまた茶色のこう味が濃いですからね。これは私がもう大好きになりました。まあ、こちらのですね、マヌカハチミツもですね、最近ちょっとまあ覚えたというか、最近いただいたですね、蜂蜜です。それとですね、こちらもいただいた
ものなんですけど、こちらは蜂蜜の粉末というかですね、ちょっと粉末でこういう感じですね。粉末でザラザラしてます。ちょっとこちらも少しですね、ちょっと、これはスプーンで取ったらいいんですけど、スプーンがですね、これはここに少しかけてみます。これも蜂蜜だ、これの蜂、これも甘いですね。まあ、甘さがですね、こっちはさらっとした甘さっていうかですね、それとですね、これもですね、蜂蜜、普通の蜂蜜ですね、純粋蜂蜜って書いてあります。こちらもですね、カナダ産ですね、固まってますから出ませんから、もう線を抜いて強引にですね、少しこう、まあこれは蜂蜜ですから普通のこんな、まあ、塊ですね。こちらも普通の蜂蜜、蜂蜜も甘い。そして最後になりましたけどですね、これはエクストラバージンオリーブオイルですね。まあ、最近なんかオリーブがものすごく高くなっているということをお聞きしました。こちらですね、まあ、私の場合はオリーブオイルは結構こういうしょっぱにかけてですね、食べます。まあ、食べ方がですね、どうですかね、これをいろいろ食べるんだったらオリーブオイルを最初に食べて、だんだんこう濃ゆいのを食べたが、甘いものを食べたがいいかもしれませんね。あとこれだけ食べて終わりたいと思います。はい、本日はですね、そういうことで主にですね、こちらのピーナッツバターをですね、紹介させていただきました。まあ、健康にいいということでですね、いろいろこう試しに食べてます。まあ、いただいたものも結構ありますけどですね、そうもうオリーブオイルとかもですね、体にいいですから、この中で、これだけ食べるとかこっちだけ食べるとかじゃなくて、平均してですね、食べていきたいと思います。まあ、そういうことで、ジジヨーゾーがですね、日頃パンにつけて食べている食材というのを紹介させていただきました。まあ、これにて終わります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。これで終わります。ありがとうございます。